イベント、この炎が照らす先のステージ攻略、FC の8に行きます。このステージは、勲章の取得条件があります。条件って？沼地にキャラを配置した回数が3回以下で、星3評価でクリアです。沼地って？このイベントに、まともな地面なんてない。地面マスはほぼ沼地です。沼地だとどうなるの？味方キャラは攻撃速度が徐々に低下して、敵キャラは攻撃速度と移動速度が徐々に低下します。敵にもデメリットがあるのか。移動速度が下がるということは、狙撃とかで遠くから攻撃するのが有効ってことですね。なるほど。ミルラまで配置したら、中央エリアのここにムースを配置、ミルラの回復が届く場所で、中央の探査者を倒しておきます。ススキがいっぱい生えてる。それは足ですね。置いたキャラは迷彩になりますが、燃え出したら広がっちゃうやばいやつです。天人化のスキル2回目で、2キャラ分のコストが大体溜まるので、右上に E さんスキル1とグムを配置。グムでブロックして E さんで分裂後まで倒します。ボスが出てきてる。バリアを張った。あのバリアは雑魚敵を倒してそれを吸ってるようですね。あ、でも雑魚敵は復活しちゃった。ひとまずボスに注目。ムースに対してスキルを使って、ムースの周りに紫色の紐が2本ついているのを確認してから、ムースを撤退します。ボスが少し歩いてから高台に医療を2人配置。ボスが中央の沼地を半分越えたら、まとい丸でボスをブロックします。で、ボスのスキルは何？ムースに使ったのは、次元爆弾を貼るような感じです。周囲4マスにダメージが来るので、少し離したところで、まとい丸で受けています。で、バリアは雑魚敵を倒してくれますが、分裂後の火の玉はステルスなので、ブロックするかステルスカンパがないと、結局復活しちゃうっていう。シルバーアッシュ入れなきゃ。で、このバリアがかなり硬いので、他の敵を倒して、バリアが張れなくなるまで、ボスをキープしておきます。ふむ。ボス以外を倒したら、右上のグムとイーサンを一旦下げて、空いた配置枠で、ムースとトターを配置。ボスを地道に削ります。トターはあと1マス右の方が良かったです。なんで？その方が、ボスをちょっと早く倒せますね。あと、まとい丸はクォーツだと、もっと HP が高いですが、なぜか逆に倒されやすかったです。まとい丸のスキルで HP 回復できるからね。どうもそれだけじゃなく、HP が高すぎて、ナビルのスキル1の効果アップが発動してなくて、回復量が落ちちゃうみたいです。ふむむ。じゃあ、まとい丸のレベルが高すぎると、逆に倒されやすいかもしれないのか。あ、ボスが第二形態になった。ムースとトターを下げて、E さんとグムをさっきの場所に戻しましょう。またボスをキープし続けます。ふむふむ。あ、大火事になった。第二形態になった時に、フィールド内のすべての足を燃やします。いえ、迷惑だ。左の3マスだけは分離してて消せるので、今の3キャラで、そのまま踏んで消します。でも残りはさすがに無理そう。そうですね。なので残りは放置します。絵面は熱そうだけど、やってることは第一形態と一緒なので早送り。ボスは第二形態だと、スキルの次元爆弾を2人に使ってきます。危険人物だな。その射程を外して、まとい丸1人で受けるために、ボスをまとい丸の右側でブロックしています。それでわざわざブロック位置を指定してたのか。です。で、もしまとい丸が倒されやすかったら、どうしたらいいの？おそらく一番簡単なのは、ハイビスカスをナイチンゲールにして、術耐性を上げることですね。ふむむ。あとは、まとい丸や医療のスキル回しを丁寧にするとか。諦めるな。左ルートは敵をすべて倒したので、医療をトターに交代して、ボスを削ります。右上の敵はまだ残ってる。まあ、いつか倒せます。勲章条件の分が、大陸版と違う気がしますが、大陸版はこのプレイで取れました。置いた回数がちょうど3人だね。まとい丸はサリアだといけそう？さあ、試してないのでわかりません。ちなみに、コーレアを増やして簡単にした攻略もありますので、よければそちらもご覧ください。最後に唐突に CM。ナイスクリア。ご視聴ありがとうございました。この動画は、エンブリオさんの提供でお送りしました。いつもありがとう。